西村穂香です。今回はアイドルがプレイ中にファイナルファンタジーの名言を言ったらファイナルファンタジーガチ勢は気づくのかというメルトンさんには偽企画でファイナルファンタジー7リメイクを、プレイするだけなのですが、その最中にいくつかバレないように私がセリフを言っていきます。ということで今回はリモート収録なので事前に調べたのをカンニングしながらセリフを混ぜていきたいと思います。よう、こんにちは、西村穂香です。メルトンです。はい、今日の企画はですね、はい、ファイナルファンタジー初心者アイドルがチャプター2に挑戦してみた、ちょっとずつファイナルファンタジーにハマりつつある西村穂香がですね、ファイナルファンタジー7リメイクを教えてもらいながらプレイしていきたいと思います。今回は、うざくならない程度にお願いします。なんで？何がうざかったの俺の。なんか意味わかんないことばっかり言ってた、ああカタカナ横並びかっこいいオタクランゴリージね。とりあえずやっていきますか。やっていこう。それではやっていきましょう。やっていきましょう。よっしゃ、行こう。脱出するんだ。こっちでいいのかな、逆こっちだね。あえてみんなと合流したがらなかったりマップを破壊しようとしてするね。いいね、流れに逆らう感じ。やっぱり俺は俺の現実を生きる。お、なぜ知っている。あれ、やったことあるの。え、何が言ったじゃん、クラウドのセリフ。勝つとき言うんだよ、いつも。西村ほのかのセリフなんだけど。はお、やばいやばいやばい、自分をクラウドだと思ってる異常者だぞ、それは。ほのクラウドがいいから。いや、当たり前だろ、イケメンじゃん、だってみんなそうなる。はい、参考にしとくね。アジトに帰るまでが作戦だ、だってさっさと片付けるか。片付けろ。ここすごい。あ、もらえる。トントン、もらえるぞ。やられたメテリア。なんかもらった。これでキアルできるよ。 FF 歴代の回復魔法。何それ。キアル HP が回復するんだ。 HP が、そう、想像じゃダメよ。え、何その顔。しみる。急にどうしたってなった。いろいろググった。何が。え、なんとなく。何も。ほんと。もしかして興味が出てきたか、このゲームに。全然。ほんとに。いや、俺はもう知ってるぞ、なんか感じるぞ。もしかして焼き餅焼いてる。俺は感じるぞ、こいつ、もしかしてこいつ、この世界の住人になってしまったのか。どうなんだ、なんか現実世界に帰ってきてない気がするよ。メルトン君、メルトン君、メルトン君、なんか疑問に思ってるよ。うわっと思って、やったことないはずだよな、このゲーム。俺は俺の現実を生ける。生きるんじゃない、帰ってこい。お前は西村穂香だ、お前クラウドじゃないんだ。これね、すごいのがね、なんか街の人いんじゃん、こっち。これ今まで 2D だとさ、わざわざ A ボタンを押して話しかけないといけなかったのに、今なんか通り過ぎるだけで声が聞こえてくるんだよね。へぇ、そこが俺感動したとこだね。参考にしたくね。参考にしてください。走らない走らない。そう、これね、ゆっくりね、セフィロスを追いかけに行くんだよ。へぇ、刺激的な時を過ごそうぜ。いや、燃えちゃう燃えちゃう燃えちゃう。俺がこの手でやられたってこと。そうだよ、こいつがなんつ、伝説のソルジャー君、このセフィロスは5年前にね、死んだとされてるから、なんでお前生きてんだみたいな。クラウド髪型やばいな、これ。これ現実で真似できないよね。やっぱ俺は俺の現実生きるって感じだね。お前は誰なんだ。誰なんだ。西村穂香だぞと。レノ、やったことあるな、そういうの見たらなんか知ってるぞ。出番だぞっとっていうね、なんかもう野原ひろしボイスで言ってくるんだよ。そうなの。そう、西村穂香だぞっと。やばいぞ、魔法浴びてきた。急にレノになったりクラウドになったりするし。路地を行けって。わあ、やられた。花売りの女。
エアリス。エアリス。刺激的な時を過ごそうぜ。やばいやばい、魔法浴びすぎだろもう。もしかして焼き餅焼いてる？あ？どうなのかな、メルトンくん。そうなのかな。二度と来ないこの日のために。バイバーイ。バイバーイ。よっしゃ、さっさと片付けるか。いいね。いたぞ。だってこの鉄くずの中にある大都市って感じが俺すんげーたまらなく好きだわ。俺たちの乗った列車は途中下車できないんだ。そうだよ、もう絶対絶対感じてるだろ。お前原作をやった記憶を失っただろ、マコアビで。この PV 確かめっちゃ映ったはずなんだよな。はずっていうか確か映ってたわ。何度も見たわ。はい、ということで今回の検証企画は、はい、アイドルがプレイ中に FF の名言を言ったら、FF ガチ勢は気づくのかという。あ、なるほどね。検証でした。そういうことか。ヘルトさん、はい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 、なんか、ほのがさ、言うたびにさ、うん、みたいなさ、顔するからさ、あれみたいな、まあ、すぐバレちゃったってことですね。何つう顔してんねんって言われたから、そういうことね。結構前半もう、攻めまくったんで、私。わかるわかるわかる、回復行ってたもんね、もういっぱい。いや、俺は俺の現実生きるが一番やばいけどね。あれもうなんか、他のアーケードゲームとか対戦ゲーム、もう勝利画面そのセリフだから。あ、そうなんだ。そうで、最初に言っちゃったからな、バレちゃったな。そうだよ。あとレノもやばいな、出番だぞっとみたいな。あれもバレる。なるほどね。他のちょっと際どいやつの方がね、分かんなかったかもね。あれこれセブン仕様なのか、これ現実なのか。てか俺が魔法浴びてる感じになっちゃってるけど、よかった。現実で、現実で魔法浴びて自分を食らうと思い込んじゃってるのかと思ってたわ。安心した。ということで、すぐ気づいたということでした。今日の動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。バイバーイ。バイバイ。